こんにちは、おはようございます、こんばんは、ひよらりかです。よろしくお願いします。始まりました。今日はですね、ご覧の通りお取り寄せグルメです。イエーイ。ほら見て、画角も料理コーナーっぽくない？結構そんな感じでやっていきます。まず紹介しますね。何かこれはおかず学校、いぶり学校の醤油漬けってこと。あと、うわ、最高、大人のための焦がしバター醤油、絶対美味しい。これ悪魔の調味料って言われてる。これ、いや、名前がもう悪魔なのよ。そして、うわ、これ気になる、食べるすき焼き。だってさ、すき焼きのタレだけで美味しいもんな。すき焼きのタレだけでご飯食べれるもん。これは鮭キムチ。あ、ちょっと味の想像がつかへんかも、鮭キムチって。北海道、へえ、これも楽しみ。そんで牛肉つくだ煮。え、今半弁当の今半ですかこれ。あ、そう、今半弁当、あのお仕事の時のお弁当でよく出てくる大大。あと、あ、博多です、これ、明太昆布。これ絶対美味しい。マネージャーさんがね、福岡出身なんで、よくあの明太子をいただくんですけど、博多の明太子やったら期待大。この中からベスト3を。ベスト 3?、うん、じゃあちょっと待って、食べる前ベスト3やっていいですか。3位、2位、1位ですね、食べる前予想は。じゃあ食べていきます。じゃあ、おかず学校いただきたいと思います。うわー、なんやっけこの匂い。イカくん、イカくんの匂いがする。じゃあちょっとこれご飯にのせて、じゃん、いただきます。うん、一言で表すなら和。結構和風。なんかいぶり学校って、私が食べた時癖あるなと思ったんですけど、めっちゃ美味しい。この香りの強さよりすごい優しい。意外と下克上ですね、このおかず学校選手。白飯4杯、おめでとうございます。4杯はいけますね、このがっこさんだけで。ちょっと第一挑戦者から読んでましたね。え、じゃあ次いきますね。鮭キムチいきたいと思います。これは一番想像つかん味、いってみたいと思います。好きな食べ物ではあるけど、すごい、でも見て、思ったんとちゃう。ほぐれてるやつかなと思ったら結構塊のまんまや。では、鮭キムチいきたいと思います。いただきます。うーん、なるほどね、美味しい。あの、言うならば優しい角的。味はめっちゃキムチやねんですけど、噛んでいくうちにちょっと鮭の甘さ、柔らかさみたいなのが出てくる。でもね、このキムチが辛すぎずに美味しい、めっちゃ。でも衝撃ではないかも、安定な感じ。第2チャレンジャー、鮭キムチさん、白飯。うーん、3かな。3も結構すごいよ、白飯3倍だからね。次は明太昆布いきます。じゃあちょっと分けていきます。うわ、美味しそう。これこんな感じです、明太昆布さん。いただきます、明太昆布。おー、美味しい。あの、何やろこれ、かわいい味。昆布の和みたいなとこがあるから博多美人って感じ。判定の方に行かせていただきたいと思います。明太昆布さん、第3チャレンジャーです。白米 4.5。 おめでとうございます。ここに来て1位。この和みたいな優しいのが女の子は絶対好きやと思う、さっきのがっこさんも。続いて私の食べる前予想第3位のこちらをいただきたいと思います。間違いなさそうだよね、こんなの。牛肉つくだ煮なんて、そういうことか。もっとなんかほぐれてるやつかと思った。ほら、結構肉、お肉です。じゃあちょっといただきたいと思います。でも美味しいんだよ、もうスプーンで持っただけで美味しかった。今こんな感じです、いただきます。うーん、安定の美味しさ。結構つくだ煮感が強いかも、けど結構あっさりしてる。私3位予想です。じゃあ行かせていただきます。第4チャレンジャー、柔らか牛肉つくだ煮、白飯。うーん、
3.5。鮭と同じくらい美味しいんですけど、驚きを超えなかった。あ、じゃあこれ柔らかい牛肉つくだ煮ですって言われて想像した味の上位互換って感じ。はい、ごちそうさまでした。じゃあ次、予想第2位、大人のための焦がしバター醤油。こんな感じです。まあもう21歳ということで、大人のっていうのに惹かれますよね。はい、こんな感じです。出してみました。食べてみます。早速これいただきます。おいしい。なるほどな。焦がしバター醤油ってパンチ強そうに聞こえるけど、そんなにガンってくるものではないかも。食べやすいです。結構これを食パンにのせて上にチーズのせると和風ピザトースト。ああ、そう、和やわ。あの味の想像つかない方、和風です。確かにチーズと合いそう。この第5チャレンジャー、大人のための焦がしバター醤油白飯。3.5。いや美味しいんやけど、安定ですねこれも。そんな感じでも 3.5 もすごいねんけどな。まあそんな感じでちょっと最後のチャレンジャーいきたいと思います。はい、これが私の一番期待しております、食べるすき焼き。こんなんでも絶対美味しいよな。この美味しいよなをどこまで超えてくるかっていう。うわー、美味しそう。これはここまででもね、下克上が続いてるんでね、意外と想像できそうな味っていうのはどうなんでしょうか。いただきたいと思います。ん？ん？ちょっともう一回、ちょっと待って、なんやろこれ。はっきり言うとすき焼きではないけど、めちゃめちゃ美味しい。今ここに書いてて、ご飯、うどん、豆腐、何でも合います。豆腐絶対合う。これめっちゃ美味しいんやけど、すき焼きではない。みりんが強めのすき焼き。結局すき焼きって感じやけど。この第6チャレンジャー、食べるすき焼き白米4です。ちょっと言い訳させてください。予想外だったんです。この選ばなかった方々が想像以上に美味しかった。あのおかず学校の時点でめっちゃ美味しかったんやけど、これ高得点出したら最後の1位どうなるんやろうと思って4にしたんです。全部美味しいんやけど想像以上。でも1位はこれです。やっぱマネージャーさん。これでしたね。博多の明太昆布、これ結構衝撃。なんかあのからし明太とか進んでおにぎりの具とかで食べるタイプじゃなかったんですけど、女の人絶対好き。この柔らかさ、まろやかさ、和な感じがめっちゃ美味しいです。ということはですよ、これは 4.5 ではなく実質白米25ぐらいのレベルなんですよ。本当に最初ちょっと落としすぎたから、ここまでいったらあかんかな思ったけど、25ぐらい美味しい。同率で第3位がこの今半の牛肉佃煮と大人のための焦がしバター醤油。同率2位で食べるすき焼きとおかず学校、めちゃめちゃ美味しかった。これどっちも。第1位が明太昆布でした。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。こんな感じで初お取り寄せグルメ白米何杯取れるかチャレンジ、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。